先に帰っていいよ。こんなにぼーっとしているほのかを置いて帰れませんよ。二人とも優しいな。やっぱり難しいんだよな。どうして学校が好きなのか、楽しいのかってやつ。それはそうでしょう。やはりどう思うかは人それぞれなのですから。それって相談してくれた子ももしかしたら分かってるんじゃないかな。どういうこと？あの子が本当に聞きたかったことって書いてあることとは違うんじゃないかなって。だってさ、ミュースの皆さんは学校が好きですか？好きだとしたらどうして好きなんですかって質問に答えるとするでしょ。私はこういうところが好きですって答えを聞いても、そうなんだって思うだけじゃない？これは相談なのかな。確かによく考えたら相談というには違和感がありますね。あの子も学校を楽しいところにしたいんじゃないかな。それでどうしたら楽しいと思えるのか聞きたかったんじゃないかな。なんて私の勝手な思い込みかもしれないけど、私ほのかちゃんの思い込みじゃないと思うな。だって学校がつまらないままでよかったら相談メールを送らないと思うもん。やっぱりつまらないより楽しい方がいいし、私たちがどうして楽しいのかを聞いてヒントにしたかったんじゃないかな。そうですね、私もそう思います。じゃあそうだったとして、楽しいかどうかってニコちゃんが言ってたみたいに、自分が好きなことをやれてるかどうかだと思うんだ。だから私たちがあれが楽しいよ、これが楽しいよなんて言っても、その子には響かないんじゃないかなって。そうだね。私ね、相談者の子にも楽しいと思えることはあると思うんだ。でも今はそれが見つかってないのかもしれない。何か理由があって楽しいことができないのかもしれない。だけどちょっと勇気を出して行動してみたら一気に世界が変わるんじゃないかな。私がそうだったから。だから始めてほしいよね、あの子が楽しいって思える何かを。ねえ、海ちゃん、小鳥ちゃん、私たちがミューズを始めた時のこと覚えてる？ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ほのか、小鳥、動きを揃えて。そんなこと言われても。弱音を吐かない。スクールアイドルを始めたいと言い出したのはほのかなんですよ。それは分かってるけど。けどじゃありません。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。小鳥、動作が遅れていますよ。もう足が上がらないよ。上がります。ほら、口を動かせるなら体を動かして。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。忘れられるはずありません。私もちゃんと覚えてるよ。みんなで筋肉痛になったよね。海ちゃんの練習厳しかったもんね。あのくらいは当然です。そうだね、海ちゃんが厳しくしてくれたから私たちダンスができるようになったんだよね。あんな風に一気に世界が変わっちゃうようなこともほんのちょっとのきっかけで始まるんだよ。私今がすごく楽しい。
もともと学校は楽しかったけど、スクールアイドルを始めてミューズの仲間が増えていってもっと楽しくなった。アクアや日学のみんなと会えて、スクールアイドルフェスティバルをやって、今はスクールアイドルエキシビションに参加してる。私が思う楽しいことと相談者の子の思う楽しいことは違うかもしれないけど、楽しいって気持ちは同じだと思うんだ。その気持ちなら伝えられると思うの。それが伝わったら少しは楽しいことを見つけるヒントになるんじゃないかな。ちょっとだけ手を引いてあげられるんじゃないかな。それはミューズの曲で私たちの楽しいを伝えるということですか？うん、それでね、それをスクールアイドルエキシビションの PV にするのはどうかな。スクールアイドルエキシビションのテーマって学校の代表でしょ？だったら私たちの学校が最高に楽しくて最高に大好きだって気持ちをそのまま形にしたい。それをあの子にも全国のみんなにも見てほしい。それしかないね。そうですね。では曲は、私たちの始まりの曲。3人で一緒に聴いた時すっごくワクワクしなかった？扉が開いて新しい私たちが始まるんだって。ええ、心が震えました。私たちの気持ちの全部をマキちゃんが形にしてくれたんだよね。じゃあみんなに相談しよう。私たちの PV に使う曲はスタートダッシュ。